護衛を引き受けてくださってありがとうございます。いえ、イリア教の司祭の安全を守るのは当然のことです。私も聖騎士として責務を果たせて光栄です。おお、なんとありがたいお言葉。待て、気をつけろ。木の陰に何者かの気配が。くたばれや！来たか、司祭様を狙う不貞のやからめ。はあ、大丈夫か、エルフィルス。はい、どうということはありません。司祭様、お怪我は？大丈夫です。やはり教会内の過激派が私を狙って。なんと恐ろしい。安心してください、あなたは俺たちが守り抜きます。こんな時、気配を読むのに長けたシャノンがいるのは心強いな。妙だ、まるで待ち伏せされていたかのような。旅の進路が漏れていたのか。こんな狭い場所で襲われたら。来やがった、この位置からなら王子と聖騎士同時に仕留められる。賞金はいただきだ。戦争出発、残念だったな。え？シャノン？突然いなくなるから心配したよ。どこに行っていたんだ？その男は？この先で待ち伏せていた刺客だ。俺たちの進路が漏れていたんだ。なんだって？俺たち以外に旅の予定を知る者はいない。つまり裏切り者がいる。刺客は王子と聖騎士を仕留めると言っていた。賞金はいただきだ、トム。こいつらの狙いは司祭じゃない。最初から王子とエルフィリスを狙う罠だったんだ。そんな裏切り者はそこの司祭だ。待ってください、私は裏切りなど。動くな。お前が懐にナイフを隠し持っているのは分かっている。王子やエルフィリスを裏切った罪は重い。覚悟するんだな。何を言う、何を言うか。裏切り者は貴様だ、シャノン。ニクス司祭のお慈悲にすがっておきながら司祭を裏切るその所業、もはや懺悔では済まぬぞ、シャノン。ニクス司祭、汚らわしき逆止め、今こそ女神の意向にひれ伏せ。俺はシャノン、危ない！王子！俺としたことが！殿下、おけがは？大丈夫、かすり傷だよ。すまない、俺なんかをかばって。仲間をかばうのは当然だよ。でもシャノンなら怖
攻撃をかわすことだってできただろうに。どうしたんだ？それは確かニクス司祭と言っていたが、そのものは一体？やはり俺はお前たちと共にいるべき存在ではないのかもしれない。何を言うんだ。訳を話してくれないか、シャノン。これは俺の問題だ。お前たちには関わりがない。関わりがないだなんて、仲間じゃないか、シャノン。仲間などと考えないでくれと言ったはずだ。いや、仲間などと思えなくなるだろう、俺の醜い過去を知れば。そんなことがあるものか。頼む、話してくれ、シャノン。その過去がお前の重荷になっているのなら、共に背負わせてほしいんだ。エルフィリス、わかった、話そう。拭いされない俺の罪を。おやまあ、大変、床が血まみれですね。見ましたよ、あなたがその男を。違うんだ、そんなつもりはなかった。そうでしょうね、暴漢に抵抗した弾みですからね。しかしそれでも罪は罪、命を奪った事実に変わりはないのです。教会は寛容なれど、大罪人をかくまうことはできませんよ。教会を追い出されたら、俺はまた。ああ、不憫ですね。ならば、救いの道を示すのが聖職者の役目というもの。哀れな少女よ、私を手伝いなさい。イリア様に代わって反逆の信徒に鉄槌を下すのです。あなたが。それはまさか俺に人を。気に病むことはありません。どうしようもない愚者は命をもってあがなうべきなのですから。それとも他に選択肢があるとでも？薄汚れたあなたに。俺はうわ、行き場を失うことに怯え、教会の言いなりになった。お前は利用されただけだ。そこまで自分を追い詰めなくても。最初は利用されただけかもしれない。だが俺は罪の意識から逃れるため、それを正しいと信じ込むようになった。全て俺の弱さと醜さが招いたこと、全て俺の罪だ。シャノン。こんな俺にも何かができるのではと正常に身を寄せたが、
汚れた過去を持つ俺はやはりお前たちと共にいるべきではない。そんなことを言うな、シャノン。お前の気持ちはわかる。だが私には辛いんだ。お前の苦しむ姿を見るのが。エルフィリス。シャノン、君にはもっと考える時間が必要なんじゃないか。この先どうすればいいのか、落ち着いて考えるための時間が。どうすればか、一緒に考えてみないか。私とみんなと一緒に。確かにお前たちの言う通りかもしれない。なら、シャノン。もうしばらくは世話になろう、王子、エルフィリス。今はただ、猶予が欲しい。数々の罪を償うために、俺は。俺は戦うことしか知らない。だから、はっ、人にあだなす魔獣を倒す。それが償うための唯一の。なのに、どうしてよぎるんだ。あやめた者たちの悲鳴、恐怖に怯える顔。俺はもう、あの頃とは違うのに。どうして。よし、これで準備 OK だな。みんな、シャノンのためにありがとう。水臭いことは一個なしなし。だってシャノンはもう。お、噂をすれば帰ってきたぜ。クラウ、魔法の用意を。みんな、行くぞ。せーの。王子、エルフィリス、今戻っ、腕によりをかけて作りましたから。シャロン、はい。これは花束だよ、お祝いの。ありがとう。エルヴィリス、これは一体。遅くなったが、お前の歓迎会だよ。城に慣れて落ち着いた頃にやろうと思ってたんだ。どうせなら驚かそうと思ってこっそり準備したんだぜ。けど俺は償いを。ほらほら、ぼーっとするな。主役が席に着かないと始まらないぞ。おい、エルフィリス、ちょっと待って。よし、今日は楽しもう。シャノン、涼んでいるのか。ああ、宴が終わっても胸の奥が熱い。こんなのいつ以来だろうな。楽しんでもらえてよかった。みんな君のことが心配だったんだ。心配？ああ、
償うために戦うシャノンがどこか苦しそうに見えたからね。だからみんな今日は頑張ったんだ。少しでも君の気持ちが晴れるようにって。この城にいる連中は不思議だな。かつての敵に世話を焼くなんて。仲間を助けるのは当たり前だろ。助けるか。思えば俺の人生は助けられてばかりだな。あの時も。は幸せになるべきだって。だから幸せにならなきゃ。幸せ、こんな俺でも。ああ、だからほら、この手を取って。救われたのは命だけじゃなかった。声をかけてもらえなければ俺は今頃。そんなことがあったんだな。誰かを助けるために俺たちは戦ってるけど、人を救うのに一番大切なのは優しさなんだろうね。優しさ、人を救うのに大切なのは。そうだ、あの時手を差し伸べられたから俺は人のぬくもりを知ったんだ。それを忘れて刃を振るっても暗殺者の頃と変わらない。なら。なんだか吹っ切れたみたいだね。ああ、お前のおかげで思い出した大切なこと。シャノン、そっちにいたぞ。はー、任務完了。ありがとうございます。これはわずかですがお礼です。では、ありがたく。また寄付するんだな、行くあてのない子たちのために。戦いで得た報酬で子供たちを助ける、それが俺の決めた償いだ。シャノン、私にもできる限り手伝わせてくれ。ああ、ところでエルフィリス、王子から聞いたが、歓迎会を開こうって最初に言い出したのお前らしいな。俺を慰めるために。あ、余計なお世話だったか。いや、お前には初めて会った時から助けられてばかりだ。
改めて礼を言うよ。ありがとう、エルフィリス。水臭いことを言わないでくれ。私たち友達だろ。友達か。俺にはそう呼んでもらえる資格がまだあるのか。エルフィリス、シャノンを見なかったか？魔獣討伐の作戦について相談しようと思ったんだけど。シャノンなら例の貴族のところです。ほら、行くあてのない子供たちを保護している。そうか、また寄付に行ったんだな。ええ、最近のシャノンは生き生きしています。シャノンはようやく新しい人生を始められたんだな。わずかな額ですが、これを子供たちの役に立ててください。いつもありがとうございます。子供たちも大喜びですよ。毎日お姉ちゃんはいつ来るのなんて聞かれてそうですか。あの、お姉ちゃん。ほら、勝手に入ってくるんじゃない。お姉さんの迷惑だぞ。下がりなさい。俺は構いません。君、どうしたのかな。これ折り鶴か。もしかして俺にくれるのか。ありがとう、大切にする。ほら、渡したのならもう行きなさい。おや、もうこんな時間。ご婦人はそろそろ帰られた方がよろしいのでは。お気遣いありがとうございます。それでは。ふぅ、さてと。みんな、今戻った。ん？なんだかご機嫌だな。見てくれ。子供が折り鶴を作ってくれたんだ。すっかり懐かれているんだな。あれ、折り鶴に何か書いて。え、あ、本当だ、字が書いてある。これ手紙を折りたたんで折り鶴にしたんじゃないか。きっとそうだよ。そのまま渡すのは恥ずかしかったんだろうね。そうか、だとしたら読まないとな。おい、シャノン、どうしたんだ一体。殿下、このメッセージは。これは、助けて、子供たちに一体。おい、こら、ガキども。おとなしく来いっつってんだろ。離してよ、痛いよ。ほらよ、おっさん、約束の金だ。しかしあんた、とんでもねえ悪だぜ。面白い冗談を言うじゃないか。行くあてのないかわいそうな子供たちに行く先を見つけてあげているのに。怖いよ。大丈夫だよ、お姉ちゃんがきっと助けに来てくれるから。お前らなんか誰が助けるかよ。さっさと来ねえとぶっ飛ぶ。
様は。お姉ちゃん。安心しろ、もう大丈夫だ。おい、この子たちに何をしようとした？説明してもらおう。ああ、部外者は引っ込んでろ。うらどけ。あここはひとまず裏から外へ。待て、逃しはしないぞ。おとなしくするんだ。ガナナナナナナ。さあ、話してもらおうか。待て、私は司祭に言われてこの子らを教会に渡そうとしただけだ。司祭？それならそこで伸びている男たちは教会からの使いだとでも？そうだ、教会にいた方が子供たちは幸せになれる、そう思って。嘘だよ、私おじさんたちが話してるの聞いたもん。私たちを暗殺者にするために教会に連れて行くんだって。暗殺者だと？おい、正直に話せ。わかった、話すからナイフを下ろしてくれ。その司祭は教会の中でも過激な思想の持ち主でな、数年前一人の保護した子供を脅し暗殺者に仕立て異端者を狩らせていたんだ。異端者狩りで司祭は功績を挙げた。彼はそれで味を占めたらしい。さらに新しい暗殺者を育てようと企み、私から子供をもらい受けようとしたのさ。教会出身の暗殺者ってまさか俺なのか？俺のことがあったからこんな。シャノン、とりあえず一段落だな。あの貴族たちは捕らえたし、子供たちも全員無事に。けど全ての元凶である司祭がまだ。あれ、シャノンは？あいつ。待て、シャノン、司祭の元に一人で行く気か？俺のせいで、あの子たちが。だから、けじめをつける。ダメだ、戦うなら俺たちも一緒だ。これは俺が招いた問題だぞ。仲間の問題は俺たちの問題だ。嫌だと言っても、無理やりついていくぞ。私だって許せない、お前の弱みにつけ込んだその男。王子エルフィリス。確かにこのまま挑むべきではないな。一人だと怒りで我を忘れてしまう。足元を救われそうだ。それに話を聞く限り敵は狡猾だ。罠を用意しているかもしれない。それならまずは司祭について調べよう。万全な準備で挑まないと。それでいいな、シャノン。ああ、構わない。決着は後日だ。その時こそ。この教会にいるのか？お前に暗殺をし、ああ、そして今も子供たちを新たに
暗殺者にしようと。そんなの絶対に許せません。シャノン、俺らが追払いはするから、お前は司祭に一発見舞ってやれ。みんな協力に感謝する。礼には及ばない。俺たちも君と同じ憤りを感じているんだから。待て、いつの間にか囲まれてる。おい、姿を見せろ。こいつら、シャノンの後釜に雇った暗殺のプロたちですよ。彼らはとても優秀。しかし、やはりあなたが抜けた穴は大きいですね。司祭、暗殺から足を洗うとき、俺は大きなミスを一つ犯した。それは、貴様という巨悪を放置したことだ。その過ちは、今正す。私が巨悪ですか？それなら人殺しのあなたはそれ以上の悪ということになりますね。何を言う？お前が脅してやらせたのだろう。いえいえ、私は道を示しただけ。選んだのは他ならぬ彼女自身です。詭弁ですね。シャノンさんが暗殺者になったのは彼女の本意ではありません。けれど手際よく仕事してくれました。きっと暗殺の才があるのでしょう。おいおっさん、これ以上デタラメ吹くんじゃねえ。まあまあ落ち着いてください。ここからが本題ですから。私はもちろん悪ではありません。そしてシャノンも人殺しですが悪ではない。なぜなら進捗に従い異端者を飼っているのですから。つまり正義の執行、気を気をかない、女神イリアに愛されるべき恋。何が言いたい？シャノン、こちらに戻ってください。再び異端者を狩るのです。それが血塗られたあなたが真っ当に生きる唯一の道。神に仕える大義がなければあなたはただの殺人鬼、薄汚い獣ですね。まあシャノン、今日は梅雨払いに徹するつもりだったが前言撤回だ。俺もこいつをぶっ飛ばしたくなってきたぜ。シャノン。いいのです、それでいいのですよ。シャノン、獣に思考は不要。言われるがままに敵をほふればよし。それこそがあなたの幸せ。さあ私の元に帰ってきなさい。司祭、貴様は身寄りのない子供を新たな暗殺者に仕立てようとしていた。それが居場所のない者は言いなりになると踏んだからじゃないのか。教会から追い出されることを恐れた、あの時の俺みたいに。今の俺は違う。俺には居場所がある。あーやれやれ、
お話になりませんね。お前たち、ここは任せます。全員始末しておきなさい。はっ。あの野郎、一人で逃げる気だ。司祭、待て。行かせるか。はあ、このエルフィルスに続くぞ。シャノン、司祭を追いかけろ。ここは私たちに任せてください。あの野郎を思いっきりぶちのめしてやれ。みんな行くんだ。シャノン、ありがとう。ここまで来ればもう大丈夫でしょう。ふん、私の誘いを断るなんて、あの女、愚かな選択をしましたね。今頃、大切なお仲間ともども屍になっていることでしょう。やられはしないさ、俺も、あいつらも。いつの間に。暗殺者として身につけた技術が貴様の追跡に役立つとは、皮肉だな。しまった。一人でも護衛を連れるべきだった。さあ、償おうか。こっちに来るな、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 来るな。さっきまでの異性はどこに行った？それとも理解したのか？駆られる側に回った恐怖を。私を殺すのですか？殺すのですね。やっぱりお前は天性の人殺し。どれだけ繕っても地に植えた獣です。それはどうかな。はあ。シャロン、みんな、そっちは終わったんだな。多少手こずったけどね。そこで倒れているのは司祭か。ピクリとも動かねえな。まさか勢い余って。気を失っているだけだ。峰打ちの前に勝手に卒倒した。すげえ顔して気絶してるぞ。よほど怖い思いをしたんだな。この様子なら二度と悪事を働こうとはしないでしょう。シャノン、帰ろうか、私たちの城に。ああ。みんな、少しいいか。どうした？今回の件で考えたことがあるんだ。行き場のない子供たちを救うと決めた時、俺は二つのやり方を思いついた。一つは子供たちを救う誰かに力を貸すこと。もう一つは俺自身が子供たちを救うこと。俺一人の力では限界がある。だから後者は諦めていた。だが今は、俺がこの手で救いたい。みんな、
俺に力を貸してくれないか。俺たちでよければいつでもな、みんな。ありがとう。お前たちに出会えて本当によかった。ここで待ってろ。俺が何とかしてやる。よし、やるぞ。やってやる。やるしかないんだ。おい、そこのお前、金を出せ。あれ、いない。さっきまでそこに。俺を探しているのか、少年。うわ！強盗の真似事なんかやめておけ。真似なんかじゃない。俺は本気だぞ。お前、家はどこだ？両親は？そんなもん俺たちにはない。俺たち他にもいるのか。なら、その子も連れて行こう。連れて行く？英氏に突き出す気か。そんなことはしない。ただ、お前たちに来てほしいところがあるんだ。あ？俺の仲間が城主を務める聖城だ。あ、おいしい匂いがする。ご飯の匂い。シャノンさん、その子たちもですか？ああ、しばらく食べていないらしい。大盛りで頼む。わかりました。今用意しますね。何しているんだ？炊き出しだ。行き場のない子供たちのためのな。はい、どうぞ。おかわりはたくさんありますよ。うわーい。おいしいよ、お兄ちゃん。ああ、本当だ、うまい。ぐわーお、うまそうな飯だ。全部食べてやるぞ。腹ペコ大魔獣ランザーブとリュカだ。みんなやっつけよう。強い、強すぎる。あー、やられた。あいつら何やってんだ？聖城近くの慈善院で預かっている子供たちの遊び相手さ。お姉ちゃん。ん？君は前に折り鶴をくれた。来てくれたんだな。元気そうで何よりだ。私ね、またお姉ちゃんに折り鶴作ったの。はい。これも手紙を折りたたんで作ってくれたのか。恥ずかしいから、私が帰った後で開いてね。大切に読ませてもらうよ。そうだ、君、この子たちと友達になってくれないか？この子たち？いいよ。ねえねえ、あっちで遊ぼう。うわーい。お兄ちゃん、行こう。おい、
シャノン、慈善院の院長が様子を見に来られたぞ。いつも子供たちの相手をしていただき、ありがとうございます。いえ、お役に立てて何よりです。それよりご相談したいことが。少しいいか。今度は何？お前たち、行くあてがないなら慈善院に行かないか。さっき院長に話をしたら、お前たちを預かってくれるそうだ。それってもう寒い思いをしなくていいの？やったー！本当かよ。俺たち騙されてこき使われたりしないよな。そこは本当に子供たちのためを思ってくれるところだ。俺がちゃんと調べたから間違いない。それにもし辛いことがあったら、いつでもこの城に来るといい。俺でよければ力になってやる。ありがとう、お姉ちゃん。なあ、どうして俺たちのためにここまでよくしてくれるんだ？どうしてか。昔、俺の友がこんなことを言っていた。あらゆる子は神に祝福されている。あらゆる命は幸せになるべきだ。お前たちも幸せになるべき命だから手を差し伸べたんだ。子供の遊び相手ってのは思ったよりもハードだったな。けどすっごく楽しかったぜ。なあそうだね。3人ともどっちが子供だか分かりませんでしたよ。シャノン、また折り鶴の手紙をもらったんだな。今度はなんて？ありがとうと。そうか、よかったな。これからもこの活動続けるんだろ？ああ、この世界にはよるべのない子供がたくさんいる。その子たちのために力を尽くす。それが血塗られた過去に対する償い。そしてこれからの俺の生き方だ。